はい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 おはようおはようおはよう。おはようおはようおはよう。今何してたの今。いやちょっとあの、早弾きを。早弾きしてたんだ。ちょっと聞かして聞かして。それエアギターだろ。何ギター持ってやってるんだよ。早弾きって音が出なきゃダメじゃん。えちょっとあの、音出すとあんまり早く弾けない。じゃあ早弾きじゃないじゃん。でも、空気を早く弾けるってことはい、もうすっごい。早れちょっとどのくらい早く弾けるか見せてもらいたいね。 息吸うのやめろよ、その、最初に。<laughs> <laughs> ねだ、だいたいね、はい、根本的に違ってる。早弾きっていうのはな。はいうん

ありがとうございます改めましてご紹介しましょうルーク・高村さんでございます。よろしくおということで今はカンタというバンドでねギターともちろん歌を歌って最近は歌を最近は歌も歌ってもういろいろとありとあらゆる才能すべて出し切っておりますけれどもいやいやいやまだまだまだ出るよまだ出る元出すのねと出すのね結構会う機会が最近は特に多くてそうだねなんか久しぶりっていう感じもそんなにないんですけどあんまりしないねありがたいことであえて。 ギターを弾いている感じは久しぶりに見た感じですよなんかね割と街中でふらりとか街中でふらり街中でふらりあとで話しましょうえこんなところにみたいな時にあったりとかすることが多かったりとかして楽器屋さんとかでもそうだったしそうそう感じですそもそも今今日は最初に早弾きの話から入ってるんですけれども早弾き 早弾き、ギターの早弾き。今日はじゃテーマ早弾きで。テーマ早弾きで。お、なかなか厳しいテーマですね。早弾きに目覚めたのは。えっとね、早弾きというか、まあ要するにギターを習得していくというのは、早弾きを習得していくような。うんはい、あの、風潮があって。はいはい。要するに、楽器をじゃ弾くというのは、どういうことかなっていう、と。うん、まあ、楽器は上手になる。うんうん。っていうのは、うんうん、まあ要するに、早く弾けるか弾けないか。 なわけじゃないですか思うんそれ、ねうん、バイオリンでもそうだしピアノでもそうだし、うん、で、まあ、たまたま自分はギターを持ってギター面白いなと思っていじくり回していくうちにうん、うん、やっぱり上手にはなりたいから上手になるってなんだろうっつったらやっぱり「ベケベケベケって弾けないとダメなわけじゃないですかだから割と最初からあそう、うん、えでもでも最初に聞いて、うん、うわこの人早い っって思った人はいたでしょうあの、ね、うこの人みたいに弾きたいというかこれ,これを弾きたいとかあのそれ途中で分かるんだよね最初のうちはそんなに、うん、あの要するに自分が好きな音楽があってそれが僕の場合はディープ・アップルだったんだけど、うん、でディープ・アップルを聞いてやっぱりリッチ・ブラック・マンのように弾き,弾きたいって思っただけだからね。<ー>で要するにその後にだん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 自分がこう弾けるようになってきて分かってきてそれ、うん、で。 その時にあこの人早いなと思ったのはアル、うん、ディメオラ,メオラ <laughs> すごいとこに飛んじゃう、うん、だからねそれはもう、うん、ギター僕始めたのはね多分小学校の34年とか<ら>10歳ぐらいだったのね初めて早<い>手,手にそ,それあきっかけ聞きたいかもしれない、うん、それ34年っつったら本当に早いですよねうん パートナーが欲しかったんですよ多分はいはいはいでお前も引けとほぼ僕の人生と似てますね僕4つ上に姉がいてちょっとこっち来いとここをさえろってやったのが僕はいいマイナーな人生のスタートはいいマイナー僕はねルークは俺はね何だろう いやあんまりちゃんと覚えてない最初の全然覚えてないけど最初に弾けたなと思ったのはね NSP の曲 NSP 何何 NSP のね夕暮れ時は寂しそうとかいや違う違うあれはねあのほらやっぱりセハというかバレエというか難しいわけじゃないでそれがなかったのその曲はおお何だったっけなだからこんな思い出してる時のあのねギタリスト この絵はね基本的に自宅でよくある風景 <laughs>、ね、曲作ってる時とかもね <laughs> ああそうねそうね,ねこういう感じだからん,なんだっけな「思い出が思い出でしかないことは」ってか分かりきっていたはずなのにっていかこれねあの、うん、F とかハイコードっていうかこれないのよ。 な、それお姉ちゃんと二人でこれは一人だったもん人だったあんま教えてくれなかったのねとにかく弾けとで教えるのはあんまり上手じゃなかったっていうのもあるんだろうけどでもだその時には家にギターが2本あったわけえっとねそうだったね最初は1本だったんだけどああやって早いうちの姉貴がフォークギターを買ってきたんでね自分のはい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 で家にあったガットギターが俺に下がってきてあれね僕不思議なんだけどなぜ 家にはガットギターがよくあるのね。あ、嘘なんだよね。うちもあったの。あった。なぜ？なんでだろうねあれ。一家に一本必ず常備してるの。あったんだよね。お、なんで？それ持って逃げろとかそういうことじゃないの。ということ入り口はガットギターで。ガットギターだったね。ガットギターでちょっとフォークソングみたいなことをもう全くその通りでやって。 じゃあエレキの存在は知らないでしょ当時はねね知らないでしょ初めて持った時あすごいすごいそういうの好きすごいそういうの好きでそエレキに移るあきっかけみたいなうんわね何だったけでもあの NSP ってさ結構ロックっぽい側面を持っててライブ見に行くとバックでチャーさん弾いてていてましたねでチャーかっこいいなっていう話になってあたりだと思うよ多分ああやっぱあの辺がうん それでこれからはエレキだなみたいな。うん、なんかこうやっぱりガガーンと弾けるというか、まあ音も大きいっていうのもあるんだけど、うんうん、そういうそのなんかでかい音なのに魅力があるものってなかなかないじゃない。はいはいはい。工事現場とかよくあるってで、ちょっとも魅力的じゃない,ゃない。魅力的じゃないね、なんかね。<laughs> いじゃないとつって、うん、あとトラックガーとか走るとうわとか思うけど、はいはい、まあ暴走族にちょっと近いのかもしれないけど、うん、要するになんかこうでかい音なのになんか埋もれていたいそこに。 の一つだったよう、ね、な気がするんだよ。正しいかもしれない。すごく。うん、でエレキを多分ね、うん、えっとね中一だったかな。中一か中うん中一だったよ、ね。えそれはえ買ってもらったの買ったの。あもちろん買ってもらって。買ってもらって。うん、聞いていいですか何買ったか。えっとねあのうちの近所にギターを作ってる工場があって。<laughs> <laughs> <laughs> え,え実家はどこ,どこ,どこになるのえ実家というかあ今も住んでるんで言えないんですがああそう <laughs> 工場があった工場があった近くに近くに工場あってモズライト作ってたのえ<ー><で>マジですかでまあその最初は何の,工場あ何の工場っていうかそのモズライトの工場とは知らなかったんだけどそ近くを通ると、うん、なんかあのもう半分腐ったなボディとかネックとか落ちて。 はい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 何だろうここは多分ギター作ってんだろうなとか思ってで興味あるからたまに窓開いてて作業してたりするから声かけてでだんだん中に入れてもらえるようになったりとかして「おっゃこんにちは」みたいなそうそうそうでそこでたまたま最初はストラート買おうと思ってたんだけどたまたま目にしたのがリッケンバッカーのんかこうちょっと角の尖ったタイプのボディでかいやつあるじゃんピート・タウンジェンとか持ってたみたいなやつとかかなあれのコピーモデルがあってそれをつい買ってしまった本当はストラート買おうと思ってたん リッチー好きだったからあもうその時点でリッチーが好きだったんでしょうなぜリッチーかっていうと NHK でヤングミュージックショーでかかったじゃないーかなり前だけどそれを見てて俺野球から帰ってきたのよ野球少年だうん野球から帰ってきてて俺で姉貴がたまたま見てて俺もふっと座って見てたらなんだかじゃないけど吸い込まれちゃってなんだかじゃないけどあのね NHK のヤングミュージックショーはみんなを吸い込む だよね、うん。僕はキスに吸い込まれましたからね。はい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 。それで一番最初に自分のお小遣いで買ったギターが、うん、やっぱエースフレイリーモデルのスリーピスカールのレスポール行っちゃったから。あ,あ吸い込まれるんですよあれは。吸い込まれちゃってね。それでその時姉貴がなんか俺に話しかけたんだけど、うんうん、で俺もね、なんな,な,なんか名前呼ばれて、うん、それで、えー、答えたかったんだけど名前呼ばれたのは知ってるからこっちも、うん、もう答えらんないぐらい吸い込まれちゃって。あ、なただからご飯よみたいなのとかっていうこと。名前呼ばれてそれであだ名全然聞こえてないわ。 って言われたのの覚えてんのでももう振り向けないのよもうリッチーから目が離せないもう離せないただその時どういう映像だったか一切覚えてないんだけどああだから、うん、存在だったのかもしれないね、うん、なんかとにかくガーンときううもうロック体験の多分最初の部分だと思うんだけどすごいもんがあったすごいものがあったきっとファーストキスよりすごい感じあっ全然そうだっただファーストキスの時は僕は頭の中その子の顔が夜寝てる時 こんなでっかい顔が、がんがん回ってたのね、恐怖体験じゃないですか <laughs>。<laughs> 多分、ね、そのロック体験ですよ、そういう意味ですね。あ,あ、もうもうそんなような感じ。リッチーがぐわんぐわんに。そうそう。ね。で、この間、あの、なんだっけドラ、ドラマーで元リンドバーグのチェリーさんって、いるじゃない。はい、で、チェリーさん、もやっぱパープル好きなのよ。うん、で、どういう入り方でしたか,かって言った、ら、やっぱりヤングミュージックショーで。うん、で、同じ時間に、まあ、場所は違うけども、少年二人が。 うわ素晴らしい!」ったわけよそれ素晴らしいなあそうだよね同じ時間に影響を受けたんだもんねそうそうそう僕はキッスはたまんなかったなキッスはねやばいねすごいピュー吹いてるあれは俺もう見に行ってるからねマジっすかうんえそうおっとやばいちょっとそうなんだ ほぼ世代は一緒なんですけれどもうん、うん、ちょっとちょっと先輩で多分で目覚めもその分ちょっとね先輩な感じで、ね、うん、あのライブとかに行く年齢になる直前だからライブに行ける年齢そうそうそう、ね、そういう感じですよねちょっとだけのズレぐらいが、うん、だってもう新宿ステーションビルよ当時今マイシティだけど <laughs> あマイシティなんだ <laughs> 今マイシティだけど <laughs> ステーションビルで,でチケットを買うのはそこのプレイガイドで並ばなきゃいけない<お>前の番から並んだもん俺 そういう少年たち、中学生なのに。うわ、すげえ、いいな、そういう思い出。<laughs> あ、そう。でさ、新宿だから、はい、いろんな人来るじゃない。はいはい。 でまあ大人もいるし子供も、まあ僕らは割と一番下の方の年齢で友達と二人でつるんでいって並んでて、うん、どんぐらい並んでんのかなと思ってこう前の方からずっと見ててあほら真ん中んだねなんてでしばらく後ろ行ったらなんか妙にこ汚い人も寝てるわけよ一緒に,一緒に <laughs> 寝てるんだ列の中にねあこれ本物だな <laughs> 本物のレゲエなんだろうねそ,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 そういう人もいる中一緒に寝てこっちも<ー>要は俺たちはロック聴きに行くけどこの人レゲエなんだろうこの人は本物のロックかもしれない,れない <laughs> ヒッピーってここうういうことななのかな 的にカルフォルニアじゃなくてその辺から来たみたいな感じなんでちょうどでもそのステーションビルの頃はその辺のビルの屋上が傷だらけの天使の証券の住んでいた家ですよ新宿ですからもう傷だらけの天使僕すごいロックを感じちゃう人なんですよだよねあれはすごいこんなでっかい襟でねすんなにかっこいい もうたまんなかった。ねうん、で、流れてるのが、うん、ずっと井上貴基バンド。うん、あら、かっこいいね。今聞いてもかっこいい、ね。かいいすごいかっこいいです。だからね。洋楽よりは、きっともしかしたら、日本の音楽に相当僕は。まいちゃってた人なんですよ。なるほど。うん、だそこでリッチーに。行ったっていうのは、やっぱりリッチーが何かを引っ張ってくれたわけですよね。まあ、多分最初の出会いっていうか、もう刷り込みみたいなもんなんだろうね。 パッッと生まれたっつったたたっっっら、リッチの顔があったみたいな。親として,てしまうそうそうそうもう,もうこれついていっちゃおうみたいなね、うん、だってそれで多分小学校だったと思うんだけどそこから始まって、うん、高校途中ぐらいまでんリッチ一本だったもんね。えー、じゃもうコピーしまくりしまくりうん、うん、その当時って今今時のねギターを弾き,弾きたい人たちはねよく言うんだけど「な、うんあの何とかの曲のタブ振って」とかってあ,あ <多>分ね <laughs> そんなもんないじゃないなないいいですねしじゃあ回転数が変わるテープデッキがどうのこうのみたいな <laughs> な,い、ね、ないない,ない、ね、レコードだけでしょレコードだけカセットったって LINE で撮れないし 僕もうだってピンク・レディーの歌を撮るのにテレビの前に置いといてうちのお母さんとかうるさいみたいな <laughs> ちょっともう今もう包丁の音カン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  <laughs> UFO とかってやってるわけでしょカン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  <laughs> うるさいみたいなうるさいって言ってる自分のうるさいが一番うるさかった,た、ね、そ,うやって僕はその 例えばチャーの逆光線を撮って逆光線の,のソロとかをコピーしたいなとかってやってたんだけども<ー>その頃にそういにリッチをずっとコピーしてたっていうのは何でコピーをしてた、うん、もうあの本当にマジで針をこうレコード、うん、何回もっていうのがあったよ。 で、そのうち、まあ、カセットに LINE で落とせるようになって、うんうん、で、もう急レビューというか。はいはいはい。はい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 はいはい。はい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 はいはい。伸びてきちゃってんじゃん。伸びてきちゃってんじゃん。伸びてくると、<laughs> 冷蔵庫にしまうと、縮む。うわ、知らないし。そういう噂があって。知らない。あの<う><う>ね、何回も聞いたカセットテープは、うん、あの、ビニールの袋に入れるわけ。うん、それはなぜかっいうと、 霜がつかないようにビニールの袋にカセットテープを入れて冷蔵庫にしまっとくのそうすると弦と同じで伸びたねだからカセット変えへんべやみんなもってなったやつが「えんャーみんなドンってなるマジでなんなかったそういうふうに聞いてどんだけ僕が冷やしたことかやっぱ耳コピーの血もうそれしかないね逆にそれができないとうまくなれないし。 それができるできないが結構ステータスにもなって、うん、なんであ俺できるんだったらすげえじゃんってちょっと思ったりするとまたそれが励みになってやる気が出るみたいなその時に覚えたものって結構今でも弾けたりするじゃないですか、うん、ああかもしれないは,は,はしょはしょでフルで全部が弾けるどのこうの,のは一回ちょっと練習しとか必要かもしれないけどやっぱこのフレーズ弾けた時嬉しいんだよみたいなフレーズとかって今あったりとかしませんかああ<ー>何か聞きしたいよな <laughs> <laughs> 俺、あの、友達のお兄さんが結構ギター上手い人がいて、で、スモークオンズウォーターのね、うん、あれが分かってなかったのあの、この、これが分かってなかった。はいはい,はい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 。これが。これが。だから、それまで、って弾いてた<ー>でそれを目の前で、うわ、ギブ入ったみたいな。そうか。<laughs> そううういいえば、こういうフレーズよく聞くなああこれかロックの基本。ういうはびっくりした若者に対して大事な大事なフレーズを一個大事なフレーズを1個なんかこれは覚えてたらかっこいいよえな、ー、何だろうそんなのある普通にあるでしょなんかいろいろロックなフレーズがえー、ロックなフレーズで、うん、なんか大事な大事なフレーズ、うん 普通になんかよくじゃ例えば「うん、っていうのもそうだし<ー>でもこれは応用編として「<ー>みたいなのもいけるし<ー>逆さまがいったら「

これができるかできないか全然んていうかうまさが違って聞こえるというかいう気がするけど下の方のビブラートよく使うじゃないですかロックの人たちうんあの6弦とかで「うあれ好きああ感想文でした」そう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 ちょっとこうねうそそう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 うう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  レコードとか CD だけを聴いてて聴いてるだけだとどうやってんだろうと思うわけそれ、うん、あそうね急に高い音出てくるから、ねうん、これもこうこうの、うん、右手で出してるとは思わない、ね、ピッキングハーモニックスそう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 ,そう,そ,う、うん、そうじゃないんだけどね、うん、実はだから普通に右手右手の親指の腹のところをぶつけてそうだね,ねこの辺かねそうそうここててここで弾きピックで弾きながらここを当てるみたいな そうすると、ハーモニックスの音が出るここで普通こうピンって弾くんだけど、弾いた瞬間にここを弦に当てるみたいな、うん、そうすると今みたいな、うん、音が出る基本基本的な、うん、右手の位置で変わるんだよねれ、うんうん、それ僕が初めて弾いた時すごい嬉しかった<あー> <laughs> <laughs> なんかねいろんな発見がねギターは面白いという,うん、うん、えー、ぜひぜひあのちょっとこういういろんな発見をつつギターしつつギターをね、ちょっと今日はこの辺でお開きにしないとお<う>次回はもうちょっとギターをルークに弾いてもらおうとありゃ、ね、大変だこれ、ね、ごめんなさい今日世紀末の話聞こうなと思ったんだけど飛んじゃいました <laughs> <laughs> そういえば そういえば、<laughs> <laughs> <laughs> うん、だから次回も見て <laughs> みたいな感じでございます。ゲストとかですね。高野さんでございました。